皆様ご機嫌うるわしゅうございます。本日はビートルズのアルバム Please Please Me についてのお話をしたいと思います。まずはビートルズについて簡単に説明すると、イギリスのバンドで1962年にデビューしました。メンバーはジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターの4人です。そして1970年に解散しました。今回のお話の主人公となるアルバム Please Please Me は1963年にリリースされたビートルズにとってのファーストアルバムです。ファーストアルバムということでまだカバー曲多めで、アマチュアの延長っぽさが抜けてない感じがしますが、そこは逆に勢いがあって聴きやすいです。ライブ版に見せかけたスタジオアルバムみたいな感じで、1曲目は4カウントから始まって、最後の曲は声が枯れて燃え尽きたみたいなムードで終わります。ある意味サージェントペパーより4年も早いコンセプトアルバムと言えるかもしれません。洋楽初心者だった頃の私は赤版と青版の存在を知らなくて、初めて買ったビートルズの CD が本作になりました。ビートルズ初心者は赤版か青版から入るのが無難だと思うのですが、アルバムにこだわりがあって、かつビートルズの歴史を時系列順にたどりたい場合は、このアルバムをビートルズ入門編にすると良いと思います。ビートルズのアルバムの中では3番目に好きです。ちなみに1番はアビーロードで、2番はリボルバーです。ではここからは収録曲を個別に解説していきます。1曲目、 I saw her standing there。 ポールの作品で、メインボーカルもポールです。好きな順に並べると14曲中3位です。いかにもロックンロールという感じの曲で、元ネタはチャックベリーの I'm talking about you です。ギターの音色は時代を感じさせますが、高い声のボーカルとかギターソロ直前の雄たけびのかっこよさは現在でも通用するかっこよさだと思います。最初に4カウントが入ってるので、このアルバムの始まり、ひいてはビートルズというバンドの始まりを感じさせてくれる曲です。実際にはこの曲よりも先に別の曲がデビューシングルとして出てるのですが、ファーストアルバムの1曲目ということで、ビートルズの始まりの曲というイメージが強いです。なぜ赤版に収録されなかったんでしょうね。それからクイーンのアルバムではなく曲の方のシアーハートアタックの元ネタはこの曲だと思われます。では次行きましょう。2曲目、 Misery。 ジョンとポールの共作で、ボーカルもジョンとポールが分け合ってます。ケニー・リンチという人に提供された曲のセルフカバーです。好きな順に並べると10位です。演奏時間は2分もありません。歌詞は暗いけどテンポは軽快な感じです。ポップス寄りだけどギターのパターンは意外とロックンロールっぽいです。プロデューサーのジョージ・マーティンの弾くピアノはそんなに出番はないけど、ステーキの上のブラックペッパーのごとく魅力的です。では次行きましょう。3曲目、アナ。ビートルズのオリジナル曲ではなく、アーサー・アレキサンダーのカバーです。メインボーカルはジョンです。好きな順に並べると7位です。原曲はソウルバラードですが、このバージョンでは原曲におけるピアノパートがエレキギターのアルペジオになっているので、微妙にカントリーっぽい雰囲気と言えるかもしれません。レコーディングの終盤で録音された曲なので、ジョンの声は枯れ気味です。では次行きましょう。4曲目、 Chains。 クッキーズのカバーです。メインボーカルはジョージです。好きな順に並べると4位です。イントロのハーモニカがいかにも初期のビートルズって感じです。ポップス寄りだけどシャッフルビートで、ギターのパターンはロックンロールっぽいです。歌詞を要約すると、恋人に束縛されてる人の歌です。原曲を歌ったクッキーズは女性ボーカルグループなので、一歩間違えると DV っぽく聞こえてしまうのですが、
このバージョンは男性ボーカルということでイメージが一転して、現在でいうところのヤンデレ系女子みたいな印象になってます。個人的にはこの曲というか歌詞は男性ボーカルの方が今の時代には合ってると思います。では次行きましょう。5曲目、 Boys、 シュレルズのカバーです。メインボーカルはリンゴです。好きな順に並べると9位です。疾走感のあるロックンロールでドゥーアップ風なコーラスが印象的です。ギターソロの直前で Alright George という掛け声があるので、ライブバージョンっぽい演出になってます。バックコーラスが叫び気味でメインボーカルよりも目立ってると言っても過言ではないところが地味に笑えます。では次行きましょう。6曲目、 Ask Me Why、 ジョンの作品でメインボーカルもジョンです。好きな順に並べると6位です。コード進行がおしゃれな感じでドラムもおとなしめなのでボサノバっぽい雰囲気を感じます。あくまでもボサノバに詳しくない私がボサノバっぽいと感じるレベルの話です。デビューシングルの発売よりも先にラジオで流されたので、実は初めて電波に乗ったビートルズの曲という地味に歴史的に重要な曲です。タモリクラブの空耳アワーではこの曲がおでんにも水割りと聞こえるというネタがありました。個人的にはこの曲をデビューシングルにした方が良かったのではないかと思います。では次行きましょう。7曲目、 Please Please Me、 ジョンの作品でメインボーカルもジョンです。私の中ではこのアルバムにおけるベストトラックです。このアルバムよりも先にセカンドシングルとして発売されて、ビートルズにとって初のナンバーワンヒットとなりました。もともとはロイ・オービソン風なスローな曲だったらしいのですが、ジョージ・マーティンからそんなんじゃ売れないとダメ出しされて、スピード感のあるポップな曲になったらしいです。この曲もイントロのハーモニカがいかにも初期のビートルズっぽいです。先ほども言ったように、私が最初に買ったビートルズの CD がこのアルバムだったのですが、当時の私はイエスタデイや某小室さんの大好きなレッド・イット・ビーぐらいしか知らなかったので、この曲を初めて聴いた時は衝撃を受けました。今思うとどのあたりがどのように衝撃だったのか思い出せませんが、今まで踏み込んだことのない世界に踏み込んだような気分になったのを覚えてます。ちなみにハッチポッチステーションではこの曲を元に同様の海が歌われています。なお以前私が投稿した私の好きなビートルズの曲ベスト20という動画ではこの曲は6位になりました。ここまでがアナログレコード版では A 面に当たります。では今回は一旦ここまでにしましょう。この続きは後編となる次回をお送りしたいと思います。チャンネル登録、高評価などしていただけるとありがたいです。それから私はこの動画が洋楽好きの皆さんにとっての情報交換の場になったら嬉しいと思うので、コメントもお待ちしているのですが、コメントに関しては私の方から一つお願いがあります。コメントは敬語でお願いします。誠に勝手ながらタメ口はご遠慮願います。年齢とか私との親密度とか関係なく一律で敬語でお願いします。リアル知り合いの方もお手数ですが、ここでは敬語でお願いします。日本には敬語という素晴らしい文化があるので大切にしていきましょう。それにフリーザ様だって敬語が使えるので、皆さんになら余裕で敬語が使えると思います。それではまた後半でお会いしましょう。お疲れ様です。